さんこんにちは。キャプテン翼ライズオブニューチャンピオンプロデューサーの都築です。今回は皆さんにバージョン 1.31 アップデートの詳細と今後のアップデートに関する情報についてお伝えさせていただきたいと思っています。去年本作を発売してから時間が経ちましたが、皆様のおかげでワールドワイドの累計出荷本数が70万本を突破することができました。本当に本作をご愛顧いただきありがとうございます。発売時から公開しましたシーズンパスのキャラクターについては全て発売させていただきまして、一部のプレイヤーの皆様から今後運営は行われないのかという疑問をお持ちの方、お問い合わせもちょっといただいているんですけれども、今後プレイヤーの皆様からいただいた意見を反映してしっかりアップデートも行っていきたいと考えていますので、引き続き本作をよろしくお願いいたします。また今回の 1.31 の小規模アップデートを行いましたので、こちらについての詳細の方も少しご説明させていただければと思っています。はい、ここに記載されていない一部のムーブだったりとかスキルのバランス調整を行っておりますが、基本的に大きな対応としてはこちらに記載してある内容が主なアップデート内容となっています。今回は皆様からお声をいただいた中でもちょっと細やかな内容のアップデートがメインとなっています。上からご説明させていただきますと、 BGM のカスタマイズ機能の追加に関してはかなりたくさんのご要望をいただいていましたので、バーサスとオンラインバーサス内で BGM をカスタマイズできるように今回しまして、試合中の BGM だけではなくてゾーン中のBGM を変更できるようにさせていただきました。次にですね、マッチングなんですけれども、現在一定時間マッチングしなかった際に、コンピューターと対戦できるように、しているんですけれども、こちらのコンピューターとマッチングにおいては、任意で選択できるようにしてほしいという声をかなりいただいておりましたので、マッチングの設定場所にオンオフ機能を今回ちょっと追加させていただきました。さらに、プレイヤーの皆様からご要望があった対人戦での試合中において危険を、できるようにしてほしいというこちらの機能に関しても今回追加させていただいています。ただですね、こちらちょっと使用上、機能を、使用するとポイントがマイナスになってしまいますので、ちょっとこちらのみ、ご了承いただければと思っています。また今回の大きな変更として、現在ちょっとマッチングがしにくいというご指摘を、いくつかいただいておりまして、こちらの対応に関してはマッチングをもっと行いやすくするために、ひとまず全レーティング帯でマッチングできるようにちょっと改修をさせていただきました。その分他のレーティング帯とのコスト上限の差異をなくすために、コスト上限を1600で統一させていただきましたので、こちらに関しては一時対応ということで、今後もプレイヤーの皆様からちょっとご意見をいただきながらルールの整備向上していけばと考えておりますので、こちらに関してご意見がありましたらぜひぜひお声いただければなというふうに思っています。他にもここに記載しているような対応を行っておりますので、この機会にぜひぜひ本作の方を遊んでいただければなと思っています。ここまで説明させていただきまして、これまでのようにキャラクターやシナリオといった追加コンテンツがないんじゃないかというふうに思われている方もいらっしゃると思うんですけれども、こちらに関してはこれまでのアップデートをちょっと連続してかなり続けて行っていたことで想定してない問題がいくつか発生しておりまして、こちらに関してはしっかりとちょっと修正時間をちょっとこう確保できていなかったので、現在根本から見直しを行って対応しています。そのためちょっとプレイヤーの皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、少々環境を向上させるための時間をいただければなというふうに思っています。そしてですね、先ほど今回の 1.31 のアップデートを小規模というふうにお伝えしていたんですけれども、今後環境向上を含めた大きなアップデートの方も実は予定しています。現在もプレイヤーの皆様の体験を向上するために開発チーム一同で尽力しておりますので、今回はその対応している想定している内容っていうのに少しだけご紹介できればなというふうに思っています。はい、まずプレイヤーの皆様がストレスなく対戦できる環境の構築っていうのを開発チームの方ではまず最優先に位置づけていまして、こちらに関しては開発環境での検証を今行っている状態です。最近多いところとして、本作の発生する通信遅延に関して対応を進めているんですけれども、通信遅延に関してはそもそもゲーム内の通信量、送るデータの量と、それからプレイヤーの皆様の通信環境の2つが大きく寄与しています。なのでまず本作自体がそもそも通信量が多い設計になっていましたので、現在不要な情報をですね削除して通信量を減らす対応を進めています。そしてそれと合わせて通信環境に対しては、現在プレイヤーの皆様の通信環境っていうのがゲーム内でいいのか悪いのかっていうのが見える化されていなかったっていうところがありましたので、こちらを表示できるような機能の追加も合わせて検討しています。この2つの対応が実現できれば、プレイヤーの皆様の平均的な通信環境が底上げされた状態でこれまでより少ない通信量をやり取りする形になりますので、環境は向上していくかなというふうに思っています。はい、そしてこの上記の、これらのですね2つの対応を行った上で、さらにゲーム内の同期手段に関しても新たにディレイ方式というものを取り入れられるわけというふうに検討しています。このディレイ方式を採用することによって、仮に今後ゲーム内の通信量を減らして
さらに、ね、全体の環境が向上した上でも、それでも通信遅延が発生してしまった際に動機を取り直すことになります。これによってこれまで起こっていた想定していない挙動っていうのもかなり減っていくのではないかなというふうに思っています。ここまで説明する必要があるのかっていうふうにちょっと思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、開発チームの方でも今、ね、ご説明させていただいた内容を全力で取り組んでいることは事実であるものの、やっぱりですね、本作を楽しんでいただいている皆様に対してお待たせしてしまっているっていうことも一方でちょっと事実でありますので、今回は開発チームが今どんな方針でどんな風な対応を進めているのかっていうところをちょっと詳しくご説明させていただきました。またちょっと今後のアップデートに関しても、最初にプレイヤーの皆様からいただいた意見を反映していくと、お伝えさせていただいた通りで、早速ご意見をちょっと募集したいかなというふうに考えています。公式ホームページや Twitter のアンケート等に回答可能な URL のリンクをちょっと貼らせていただきますので、こちらから今回のアップデートもそうですし、今後のアップデートに関してもご要望等ありましたらご意見いただけるとありがたいかなというふうに思っています。はい、ここまでご説明させていただいたように、開発チームとしてはまずゲーム内の環境向上に注力させていただきたいと考えています。ただその対応と合わせて追加コンテンツですね、こちらに関しても実は皆様の想像、多分これ来るだろうなというふうに想像されているものや、それらの想像をちょっと超えるようなものっていうのも含めて検討をしていますので、こちらに関しても皆さんお楽しみいただければなと思っています。ただまずは環境の向上させるべく、ご説明させていただいたような内容っていうのを注力する関係で、申し訳ございませんが少しお時間かかってしまうことが想定されています。なるべく早く次の情報をお伝えできるように、現在開発チームと全力で対応を行っていますので、続報をお待ちいただければと思います。これまでのアップデートと変わりまして、今回に関しては今回のアップデート内容に加えて今後の方針の方もちょっとお伝えさせていただいたんですけれども、引き続きですね、今度ね8月27日8日で発売から1周年を迎えまして、よりこのゲームの方も皆様により楽しんでいただけるようにアップデート等を行っていきたいなというふうに思っていますので、引き続き本作の方をご愛顧いただければなと思っています。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。